水戸 DF 細川敦史也がトレーニングマッチで負傷、右肩関節は脱臼と診断。水戸ホーリーホックは2日、DF 細川敦史也の負傷を発表した。クラブの発表によると、細川は5月17日に行われたトレーニングマッチの福島ユナイテッド FC 戦にて負傷したとのことだ。水戸市内の病院で検査を受けた結果、右肩関節は脱臼と診断されたとのこと。全治などは明かされていない。細川は今シーズンの明治安田生命 J2 リーグで1試合に出場していた。